笑っていいとも in 花巻。さて、笑っていいとも in 花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りします。今日のゲストに次回のゲストをご紹介いただくという形で、花巻のお友達の輪どんどん広げていきたいと思います。今日はなんと親子でのご出演です。有限会社大成印刷取締役会長の高橋誠二さん、そして社長の高橋大成さん、ようこそお越しくださいました。こんにちは、よろしくお願いします。よろしくお願いします。親子の出演って初めてなんですよ。ああ、そうですか。はい、すごくさっきからいい雰囲気を醸し出していて親子の会話をとても楽しいんですけれども、大きいに盛岡の森と書きますが、はいはいはい、社長の高橋大成さんの字と全く同じで、息子さんのお名前をつけられたと、会社に。そういうことですね。はい、そういうことですねってあなたがつけたんですけどね。そうです、他人行儀ですよ、完全に。そうですね、ありがとうございます。ありがとうございます。言ったの。ありがとうございます。お母さんとして、ありがとうございます。どうですか、息子さんとしては、自分の名前が会社の名前っていうのは。まあ、小さい頃、小学校の頃は恥ずかしかったんですけれども、はい、まあ、そういう機会ってなかなかないじゃないですか。なので、まあ、ありがたいなって思うように思っておりますということを普段は父に伝えて喜ばせています。物心ついた時にはね、そうですね、もう自分の名前のついた会社があったっていうことですよね。そうですね、ちょっと変な感じでしたね。いやいやいや、ちょっとなかなかね、ないね、すごいなと思いますけれども。さあ、花森製菓店の山田雅彦社長からご紹介いただきました。はい、で、先ほどの時間にお送りした曲アメリカンパトロール、これは誠二会長からのリクエストということで、はい、青春時代のスイングね、スイングジャズ。はい、そうです。はい、さあ、今日はお二人にね、お話を伺っていきたいと思いますが、では初めの質問です。今週のメッセージテーマは時代は変わったなと思うことなんですが、印刷関係の機械というのもお父様と息子さんだとやっぱり時代が変わって使うものとか使い方とか随分変わってますか？変わってます。大成さんはほら、幼い頃からいろんな機械をきっと周りで見て育ったんじゃないかと。そうですね、遊び道具じゃないですけれども、はい、もう当たり前のように見て。そうですね、 かなり変わりました。はい、全然違いますね。ハンドラベラーから、まずハンドラベラーの説明がないとダメです。ハンドラベラーって、値札のイメージでいいですか？です、はい、商品に貼ってある値段が書いてあるシールっていうイメージで。そうです。はい、まあ、基本的にはそのシールラベルに印字というものがされて、はい、例えばバーコード、はい、まあ、バーコードの配列によって情報が違うじゃないですか。はいはい、あの線がね、はい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 、それをいろんな形、例えば QR コードであったりとか、はいはい、2次元とか3次元とかそういったものが、今必要とされてるので、はい、それを認識するためにの機械とラベル、うん、はい、まあ、を私たちの、まあ、親会社と言われるところで、はい、世の中に提供してるんですよね。で、それのラベル部門を、はい、まあ、作ってくれと言われてるような形で今、はい、生産してます。はいはい、企業名を言ったらみんなが知ってるような、もう車の会社であるとか、はい、某有名アミューズメントパークであったりとか、ね、某有名な球団であったりとか、ね、いろんな会社、宅配便の会社関係の荷札とか、いろんなものをね扱って、ですから私たちが一般の人が頼む印刷とはちょっと違う特殊な印刷をね扱ってらっしゃるという会社だそうなんですが、はい、ではここで次の質問です。趣味を伺いたいんですけれども、私が事前に入手した情報によりますと、この発動機5、6台というのは息子さんじゃなくてお父さん。はい私が、まあ、農耕用の脱穀とかなんとかですね、はい、いろいろ何十年、ま、前に作ったのね、作ったのっていうんだ、古くなったの、はい、そういう発動機を、それを集めるのが好き。好きっていうか、集めてで5、6台持って、うん、でも農業をやってるわけではないけれども、レストアしてきれいにして、うん、そうそうそう、もう一回こう命を吹き込むようなことが好きなので。 あとですね、この旧車、古い車430グロリア、はい、30年前の車っていうのも、これも会長の方ですよね。はい、はい、で2万キロって書いてあるんですが、これはどういう走行距離ですね。30年前の車で走行距離2万キロ、どういうことですか？ドルシマネガタイ。そうですね、本当に朝早くから夜遅くまで、はい、ずっと仕事ばっかりやってたんで、はい、
忙しすぎて車はあったけれどほとんど乗ってない。そうですね、本当に年に例えば夏、はい、海に連れてってくれたりとか、うん、はいはい、入学式とか、はい、かなり特別な時ですよね。に乗せてくれた車ですね。でももしかしてまさかと思いますけど、はい、ちゃんと車検してます今も。してます2万キロでなその間は何だ、今間があって考えてる、ね、いやいや車検に払った額を考えたらすごいですね。2万キロそうだね、そうだね、うん、でも大事にじゃ今も乗れる状態なわけですよね。はい、乗れます、乗れます。大生さんが生まれてちっちゃい頃に買われた車。そうだ、そうですね。傷つけてごめんなさい傷つけたとか言って、はい、でもじゃあ忙しすぎて本当に特別な時しか乗れなかった車だけれども今も大事に、はい、もう何でしょう、家族の記録みたいな日産グロリア、日産グロリア430、はい、大生さんじゃあこの車の思い出は、まず匂いが嫌い、新車の匂いですよ。すいません、そうですね、もしかして今も新車の匂い、はい、そうですね、まだ名残が残っております。名残30年前の車ですよ、はい、すごいですね。あとは知らない間に傷つけてしまったところを、はい、自分は絵の具で塗って隠してとかでも結局バレるでしょ。バレ、多分バレてないのもあると思います。バレてない、お父さん忙しすぎて、忙しすぎて、いやでもねその車をちゃんとねあのメンテナンスというかね車検受けて今も大事にお持ちっていうのが思いがなんかねちょっと伝わってくる気がするんですが、では次の質問です。おすすめの花巻のお店教えてください。同級生というやないけど照井団子屋さんですな、はい、あ人気の団子屋さんですね、はい、早く行かないと売り切れちゃうという。そうです、ね、ちなみに大生さんも同級生のおすすめのお店っていうのが花巻で、まあ、上町の旋風とか、はい、あとはブーも同級生なんですけども、はい、弟の方が同級生ということでみんな集まるときは旋風行ったりブー行ったりという形でいいですね、はい、お友達がね同級生お店やってるとどうなんでしょうかね、盛り上がりそうですね、煙たがられてなきゃいいですけどもね、はい、楽しくいやいやすごいたまり場なんだろうなっていう、楽しくやらせていただいております。非常にということでねそれぞれ同級生ねご紹介いただきましたが、では次の質問です。好きな花巻の風景教えてください。花巻祭りの風景ですな。出られるんですか。いや出られないから出ないで見てる方。はい見てる方。見るのもでもかなり楽しい。楽しいです。大生さんはどうですか。林根さんですね。はい、あ。林根さんを羽の夏秋冬晴れれば絶対見えるじゃないですか。はいはいはい、あれが例えば今でまだ残雪が残ってたりとかして、はい、小学校の校歌にも、はい、出だしがもう林根さんにっていうフレーズなので。ちなみにどこ小ですか。若葉小学校です。じゃあ若葉小はみんな林根さんを歌いながら大きくなって。そうですね。では次の質問です。会社について伺いたいと思います。経営していてそれぞれが意識していることは何でしょうか。じゃあまずは会長からお願いします。正確にですね、正確、正確さ、うん、あそうだ、俺のじゃんだ、あんたのだ、それあんたって息子息子、あそう、うん、なんかすごい掛け合い漫才のような正確さ。大生さんはそうですね、一応正確に省力、はい、少ない力で、はいはい、まあ、省資源を目指して、はい、仕事の中身を見ますと全世界に向けて収めている企業と一応取引させていただいているので、はいはい、まあ、いろんなところに出してもやっぱり正確で省力で省資源のものを、うん、あの出し続けていけば、はい、まあ、安心で信頼される企業になるのではないかなと思って日々会社の方をやらせていただいております、はい、もう本当にあのさっきも言いましたけれど名前を聞くと知ってる知ってるというような有名な車アミューズメントパーク、ね、宅配とかね野球と球団とかねいろんなところのお仕事を手掛けてらっしゃるということ で、はい、特殊な印刷をね、はい、受け負ってらっしゃって花巻発でねいろんなものを、ね、出してらっしゃるんだなとねなんかちょっと嬉しくなってしまいましたけれども、では次の質問です。座右の銘を会長から教えてください。終わらない仕事はない。終わらない仕事はない、はい、これは気持ちとしてはどういうそういうことだって自分のことでしょ。ちょっとおっかないからなんてことを言ってんの。すごい。じゃあ大生さんはあの会長は終わらない仕事はない、はい、そういうことだってそうですね、もうそこで完結してましたけれどもその通りですね。あの社長の大生さんは座右の銘は、まあ、冷や酒と親の意見は後で聞く、はい
ていう感じですね。俳句になってますね。冷や酒と親の意見も後で聞く。そうですね、お父さんかなり面白いお父さんだと思うんですが、はい、あのご自分にとってはどんなお父さんだったんですか。ちっちゃい時から見てきて。小さい時からはもう毎日げんこつが飛んでくるような厳しい親父で、かなり厳しい。そうですね、まあ、絶対私に気があるんですけど、まず間違いなく。なるほどなるほど。なのでその怒られるたびに、なんでかななんでかなってよく考えさせられましたけれども、はい、まあ、歩いてすぐ忘れちゃう子だったので、でまたげんこつがゴンみたいな、ね、本当にその通りですね。そうやって育って、うん、今はじゃあお父さんは昔ほど怖くなくなったんですか。そうですね、はい、まあ、身長越してからだいぶ勝ったなと思って。そうですか。身長ね。すいません、そうなんだよな、大成さん今まで褒められたことない。そうですね、はい、多分褒めてるつもりだと思いますけども、はいはい、まあ、言ってることがもう厳しいので基本的に。でさっきのほら30年間で2万キロしか走ってない車が全て物語ってます。どんなに働いてね、もう朝から晩まで働いて会社をね、どんなにいいものを作っても、まあやってくれやったなっていう人じゃないですか。そうだね、本当に。まあこんなもんでも次もっといいのできるべきじゃんみたいな方なので。だからあの求めるものがすごく高いんですね。ものづくり、基本的にもうものづくり生粋の人なので、それをやっぱ背中でずっと語ってきたので、親父の背中でって父の背中で語ってきたんです、なんかあんまりその褒められた感じがしないようですけれど、お父様から見て大成さん育児放棄ですね。お父さんから見ていかがですか今の社長大成さんは。褒め言葉は、褒め言葉か、まあよくやってるな。ありがとうございます、あの仕事をよくやってる、はい、ありがとうございます。お褒めの言葉いただきました。面白みはねえんだよな。いや十分面白いですけど、まあ、よかったです。放送を通してお父さんから息子さんへもよくやってるっていう言葉を ね、ありがたいです、はあ、よかったです、はい、あのあっという間に時間がねいましたけれど、じゃあこのあたりでお友達のですね、ご紹介をお願いしたいと思うんですが、オリオンベーカリーの高橋文夫さん、オリオンベーカリーの高橋文夫会長ですね。会長ですね、はい、はい、高橋会長はどんな方ですか。兄貴みたいな人ですね。あ、兄貴みたいな、はい、お世話になっている長いお付き合い。そうです、はい。もしもし、はいはい、文夫さん、はいはい、あの高橋誠二です、はいはい、あの今 FM に来てるんだけど、次出てほしいので、文夫さんお願いします。あなたから指名されれば断るわけじゃないわ。、ね、なんとか、はい、わかりました、すみません、よろしくお願いします。はいはいはい、わかりました、どうもどうも。高橋会長、あの FM 花巻の美園と申します、はい、いつもありがとうございます、はいはいはい、あの5月29日のご出演となって、うん、はい、じゃあその日はあの FM の方にどうぞよろしくお願いいたします。はい、わかりました、はい、よろしくお願いします。ご苦労様でございます、はい、はい、失礼します、はい、ありがとうございました。はい、無事にあの高橋文夫会長オリオンベーカリー の、 あの次回5月29日出てくださるということで、はい、電話もつながりました。花巻のお友達の輪がまた一つつながりました。今日の笑っていいともいい花巻、有限会社大成印刷の高橋誠二会長、そして高橋大成社長でした。楽しいお話をありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。笑っていいともいい花巻、このコーナーは地域の総合経済団体花巻商工会議所の提供でお送りしました。